市の長い歴史の中から生まれた数多くの歴史的遺産、ここ三の丸小学校前の歴史ロードもその一つです。私たち市民の憩いの場、水戸市植物公園は家族連れなどでにぎわっています。10月23日の日曜日、植物画家の今井真理子さんを招いて草花の描き方教室も開かれていました。まあ、花屋で見たり、その辺歩ったりね、植物園なんかでいろいろ見たりしても名前がわからないと、ね、書く気はしないでしょ。で、書こうと思ったときは名前が知りたい。で、知りたい。この名前は何だ、何の仲間だ、どういう感じで、いつごろ咲いて、どんな実がなって、こういうバチッとこういうふうになって、こういうバチッとこういうふうになってたでしょ。まあ、ものによりけりだけどね。でも大体これに巻き込みながら、つまりこの丸さに対して、この鞘みたいなやつがね、こうある程度こういうふうに、ね、こういうふうになってて、Thank you.
ましては、この間水行政を重視をしておりまして、汚染された水を一日も早く取り戻そうと、このような事業を精力的に行っているところでございます。私たちは昔、幼少の時分に山陽石川の山、小倉吊るし川の川とふるさとを歌ったわけでございますが、そのような風景が今全国的な規模で失われつつあると思います。そういう意味で私どもこの水戸市にありましては、千箱並びに千箱周辺のこの大規模公園を私たちのふるさととして再生させるのであると、このような気持ちで今回の千箱浄化に取り掛かったわけでございます。ありがとうございました。千箱の水をきれいにしようと、今中川の水を導水する浄化事業が始まりました。12月には湖底の泥を浚渫する事業も始まり、水の都水戸の復活が期待できます。これは最後の公演、最後の公演、生まれてから死ぬまで最後の公演、その最後の公演が水戸ということで、今日は本気で喋ろうと思って参りました。本気で喋ろう、ありがとう、ありがとう。本気で喋ります。本気で喋るから、本当は6時間欲しいけど、そうはくださらない。だから今からまあ1時間半ぐらい、3時半まで喋る言われましたから、何を喋っていいかわからないけど、どん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 喋りしたいけど、まず言いたいことは、この中でちょうどゲイリー・クーパーの好きな人があって、ゲイリー・クーパー、ゲイリー・クーパー、どうしてもゲイリー・クーパーのことを喋ってください。今、司会中で言われました。はい、喋ってみましょう。口では言えない。死があるんですね。天使、天使。天使には黒がないの。黒がないと愛もないの。怖いな。今申し上げたのは、ご覧になってしまった、損したなんて、絶対お思いにならないからいい。というわけで、映画見ていると、現代がわかるし、感覚がわかるし、面白い。モーリス。これがやら当たった。なぜ当たったか。男と男で愛。やらしい、こんなもんが当たんの。当たったんだ、それが。しかも会場、女の子がいっぱい。なんでしょう。1988年、昭和63年は、私の生涯の、今日は、本当に嬉しい思い出の日でした。私は、長生きてよかった。去年の12月に、末に死ぬかと思った。おかげで生きられて、ここで、立ったまま、79歳の私が、水間飲まないで、1時間半喋った。ありがとう。どうして喋ったか。それはみんな好きだから、みんなと一緒におることが好きだから、私はみんなと共に生きてるんです。だから私は一人もんです。お父さんもお母さんも亡くなった、姉も亡くなったけど寂しくないです。みんなと生きてるから、それが人生だと思います。自分だけがそんな人生はやめなさい。みんなと一緒に生きてるのが人生です。だから私は本当にこの水戸に来て皆さんとこうして喋れて、10月16日を私はどんなに大事に今日の日を一年の思い出にするか、それが人間です。それが元気つけます。それが私の79歳をちっとも疲れさせません。どうもありがとう、どうもありがとう、どうもありがとう。皆さん本当によく聞いてくださいました。ありがとうございました。山根公民館が少年自然の家の隣に完成しました。これによって全ての学区に公民館が整いました。観点は別といたしまして、とにかく水戸市の社会教育の在り方、これは全国で注目されているところでございますけれども、この山根公民館がそのような水戸市の社会教育施設の一翼を担って皆様方の力で今後この公民館活動を立派に行っていただきたいと、このように思うわけでございます。まず最初に館長でございます井川光恵でございます。よろしくお願いいたします。続きまして嘱託職員でございます佐川翔二でございます。よろしくお願いします。
同じく食卓食園でございます大高孝子さんでございます。よろしくどうぞお願い申し上げます。山根地区の皆さんはこの日心ゆくまで語り合っていました。水戸市は我が国で最初の市政を敷いた都市として誕生しました。そしてもうすぐ100歳の誕生日を迎えます。この記念すべき年をみんなの100周年として盛り上げるため、いろいろなプレ事業が行われています。そのいくつかをご紹介しましょう。写真が語ってくれる感動は21世紀の水戸市民への何よりのメッセージです。100周年の記念写真集は編集委員の手によって一般公募写真の選定や時代考証が一つ一つ丁寧に進められています。の祭典は市民会館でバイオリニストの佐藤陽子さんを特別ゲストに迎えて行われました。
この祭典には市内から多くの音楽団体が参加し、会場全体を盛り上げ、訪れた人たちは音楽の世界に浸っていました。推進協議会ではクリーンアップキャンペーン花のまちづくり事業の一つとして市内各地の花壇で美化運動に取り組んでいます。8月28日の日曜日、水戸市植物公園で丹精込め素晴らしい花壇を作った人たちへの表彰式がありました。優秀賞第3中学校、あなたの花壇は昭和63年度水戸市。歴史と自然を守り育てる市民の心をテーマにシンポジウムが開かれました。元 NHK アナウンサーの鈴木健二さんの講演や各界の名士の方をパネラーに迎えてディスカッションをしていただきました。歴史と自然を考えることによって自分がどう存在しているのかということを知っていこう、それが一番の意味なんですね。そうすれば人間というものは自然というものと一緒になって暮らしていかなければならないんだということがだんだん分かってくるだろうということな、こういうことなんですね。なぜ民主で個人が尊重されるんでしょうか。それはみんなが努力して良い社会を作ろうとし、良い自然を守ろうとし、良き伝統を守ろうとし、良き歴史を守ろうとするから、だからその個人は尊重されなければならないし、かつてそれを守り通してくれたお年寄り、これから守ってくれるに違いない若者、子どもたちは尊重されなければならないんですね。まず最初にお一方ずつこのテーマに沿ってご自身の立場でお考えになる、これから先の水戸の活性化ということについて話していただきまして、その後で皆様での話し合いというふうに進めていきたいと思います。水戸は将来必ず発展しますが、非常にその空地といいますか農地が多い、これはあらかじめ計画してうんとその空地を多くしておく必要がありませんかと、まあ、自然の要素は非常に水戸はまあ恵まれていると。それからまあ、この建築の方は芸術家やなんかができてだんだん整っていくだろうと思いますし、問題はやはりその人間の要素だと思います。皆さんの生活の中を楽しそうに揚々と豊かに流れていると、川そのものは実に見事だと思います。でたまには皆さんもちょっと遠くへ離れる必要はないんですけど、遠くから見てご覧になると、あ、ここはやっぱここは水戸はここは素敵で、ここはちょっと直した方がいいっていうのが客観的に見えると思うんですね。どうぞ客観視もなさっていただきたいと思います。素晴らしい水戸でありますように。水戸市政100周年記念事業のキャンペーンガールコンテストが行われました。審査委員長は映画監督の深作欣二さんです。今までお勤めも何もしたことはないわけですか。いや、今年の6月まで、はい、日立製作所の系列会社で5年と3ヶ月勤めます、はい、私も個人が大きなところだと思います。私は顔の作りでは下まつげが長いところが目毛があって自分では気に入っております。あとは厳しい審査の結果、100周年事業にふさわしい5名が選ばれました。どうも。
いわゆるこのお祭りのいろんな全国各地でいろんなこの お嬢さん方が選ばれますけれども、そういうこの古い伝統という昔の歴史のことですね、そういうことを十分その教養を積まれて、水戸らしく新しくみんなの100周年です。伝統から創造へ、新しい街づくりをしようではありませんか。市民の皆様の積極的なご協力と参加をお願いします。